ソフトイーサ株式会社は、ネットワーク通信、セキュリティソフトウェア製品等の開発及び、研究並びに、広域イーサネット専用線サービスの提供などの、電気通信事業を業務とする、筑波大学発のベンチャー企業である、パキティックス VPN2.0 やパキティックス、デスクトップ VPN などのソフトウェア製品の開発、販売や、パキティックス。 ネットなどのバーチャルプライベートネットワークを主体としたネットワークサービスの開発、提供を行っている。また、ハーデザーなどの広域イーサネット専用線サービスの提供を2008年12月から開始している。2003年当時、筑波大学第三学軍情報学類1年であった東大優雅、平成15年度、IPA 未踏ソフトウェア創造事業。 未到有素部門の採択プロジェクトとしてソフテザー1.0の開発を行ったことが会社の起源である2004年4月に党を中心とした筑波大学の学生によって設立された以後ソフテザー VPN2.0 の名称でソフテザー1.0の後継となる VPN ソフトウェアの研究開発を行い2005年12月に アキティックス VPN2.0 として製品化した。現在同ソフトウェアは、同社の主力製品となっている。本社茨城県つくば市アメクホ2丁目9番地に、リッチモンドビル1階2011年6月までは、つくば市アズマ2丁目8番地8つくばシテアビルにあった。研究開発拠点茨城県つくば市天皇台1丁目1番地、1国立大学法人つくば大学産学リエゾン。 共同研究センターソフトイーサプロジェクト室、茨城県つくば市あずま2丁目5番地5つくば市、産業振興センター2階通信実験拠点茨城県、つくば市天皇台1丁目1番地1、国立大学法人つくば、大学学術情報メディアセンター A 棟301、共同実験室アメクホ事務所茨城県つくば市、アメクホ1丁目19番地、 パキティックス VPN インターネットなどの TCPIP ネットワーク上に VPN を構築するためのソフトウェアであるイーサネットを仮想化することによりレイヤー 2VPN を構築できる。また、レイヤー3スイッチを仮想化することによりレイヤー 3VPN を構築できる。独立行政法人情報処理推進機構が主催した平成15年度未踏ソフトウェア創造事業。 ミトユース部門のプロジェクトとして開発された成果であるソフテザー1.0の後継バージョンであるハーデザー専用線サービス東京都、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県をサービスエリアとして提供される電気通信事業法に基づく広域ギガビットイーサネット専用線サービスである2拠点間で 800Mbps 保証の高速スループット 低遅延を保証するにもかかわらず、既存の大手通信事業者と比較して、数分の1程度の月額料金で利用できる、パキティックスデスクトップ VPN ソフトイーサが開発し、日本スキーがサービス化したソフトウェア,アズ、A サービス型セキュリティサービスである、遠隔にあるコンピュータのデスクトップ画面を簡単、安全に手元のコンピュータ画面のように操作することができる、パキティックス。 ネットソフトイーサの開発した VPN ソフトウェアなどの技術を活用した次世代オンラインサービスを実験的に提供する学術目的の非営利のオンラインサービスであるパキティックスネットアスプ型 VPN 実験サービス及びパキティックスネットセキュアインターネット実験サービスが提供されている MOBILEFREE.jp VPN 実験サービス HTTPS 通信しか通さないモバイル回線でもすべてのプロトコルを利用可能にするサービスである2007年10月から提供されているつくばエクスプレスつくば駅前高画質ライブカメラストリーミング配信茨城県つくば市の首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線つくば駅付近の交差点を高解像度で24時間配信するサービスである 内部的にパキティックス VPN2.0 の技術が使用されており、実験目的で常時運用されている。2006年4月から提供されているソフトイーサは以下のような産学間連携活動を実施している。国立大学法人筑波大学と共同で以下の研究を実施している。独立行政法人科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業研究領域。 情報社会を支える新しい高性能情報処理技術内の自律連合型基盤システムの構築の研究目標の一つである仮想ネットワークシステムの開発に向けての研究についてクラスタ計算機上に複雑な IP、ネットワークトポロジーを仮想的に構成するソフトウェアの研究開発に参加している内閣官房情報セキュリティセンターが推進する セキュアジャパン2006計画におけるセキュア VM の開発プロジェクトへ参加している a b c d f 2 0 1 4年度決算資料製品版パキティックス VPN2.0 のライセンス数実績高セキュリティ機能を実現する次世代 OS 環境の開発実施についてありがとうございます。